回裏ヒット2つでノーアウト1、2塁だったんだけど、それで二塁走者がアウトでワンアウト一塁になって盗塁して、今ワンアウト二塁、バッターが2番の2年生伊達くん、ツースリー、一塁二塁、三回裏、まあ、2対0で新宿がリード、バッター3番城島、これも2年生城島、
サードゴロ、ホームフォースアウト、はい、ツーアウトに変わって満塁。抑えて 2-0 新宿シニアが勝ってます。